どうも、母ちゃんです。ということで今日は里芋の収穫方法について説明していきたいと思います。はい、ということで僕のね、後ろに里芋っていうのが今なっているんですけど、もうね、大きくなっていて収穫時期になってきているので、こちらね、実際に掘りながらどういうところを気をつけて掘ってるかなんかも説明するので、ぜひね、最後まで見ていてください。この霜が降りてしまうと、里芋自体に寒さが当たってしまって、もうね、食べれなくなってしまいます。なので、その寒さに当てないためにも、しっかりと霜が降りる前ですね。まあそこは地域によって変わっていくとは思うんですけど、僕がいる中間地のね、東京に関しては、12月の中ぐらいまでだったら霜がね、降りないので、そこまでは畑の中に放置できる野菜となっているので、まあね、そこまで放置は僕はしないんですけど、まあね、忙しいよとか、なかなか収穫タイミングが取れないよっていう方に関しては、それぐらい長く収穫できる野菜となっているので、ぜひね、来年も育ててみてください。で、こちらの里芋も僕のね、好きな野菜の一つで、まあね、収穫が始まってからは里芋の煮っころがしだったり、今年なんかは里芋のフライもね、作ってみました。なので、そのような形でいろいろな料理に使える野菜となってますので、ぜひ皆さんも栽培してないよっていう方は来年から栽培してみてもいいかもしれません。ということで、里芋の収穫方法について詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。現在の里芋の様子です。はい、こちら現在の里芋の様子です。で、里芋に関してはもうこんな感じで、まあね、収穫時期のね、見極め方っていう動画を上げたんですけど、そのね、収穫時期に適したね、もうね、現象っていうのがこのね、葉っぱが倒れるっていうことなんですけど、こちら起きてるので、まあね、これをね、どんどん掘っていきたいと思います。で、元のね、親芋、一番太いね、ところの親芋の葉っぱに関してはまだね、こんな感じでピーンと立っているんですけど、まあこれもこれでもうね、収穫してしまっても大丈夫なものとなってますので、こちらね、どんどん収穫していきたいと思います。で、またね、隣の方のね、株とかに関してはもう少しね、置いといて少しでもね、芋を肥大させようかなって思ってるので、まあそんな感じで、まあね、時間差で収穫するっていうのも大きな里芋を作る一つのね、手段なので、まあ皆さんであれば食べる量からどん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 掘っていくっていうのが一番理にかなってるかなって思います。で、また畑の中で保存する方法だったり、このね、芋の糖度、美味しさっていうのをね、甘くさせる方法っていうのもあるので、そちらもまた動画に出していく予定なので、これもね、楽しみに待っといてください。はい、ということで早速ね、この里芋をね、収穫していくんですけど、まずこの上の方の葉っぱっていうのは邪魔になるので、こういうね、クワとかハサミを使ってどん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 短くね、切っていきます。で、こんな感じで、で、これはね、こうやって僕ん家では刻んで、刻んだ状態のものをまたね、畑、土の中に混ぜ込んであげて、まあね、肥料としてあげます。これもね、有機物なんで、こんな感じでしっかりとこうね、混ぜ込んであげる、細かく切って混ぜ込んであげることで肥料に、ね、なってくれるので、まあ、そんな感じで里芋をね、育てる方に関しては葉っぱも全部ね、有効活用してみてください。で、この葉っぱに関しては僕ね、食べれると言ったんですけど、食べれる芋のね、品種とかもね、ありました。なので、自分の育ってる里芋の品種のこのね、葉っぱ茎の部分っていうのが食べれるのか食べれないのかも調べて、まあね、皆さん食べる方っていうのは食べてみてください。で、もう僕ん家ではこういうね、芋のこの葉っぱに関してはもう食べないですね。まあおばあちゃんとかがこういうね、煮物をね、するの好きだったんで、わらびとかふきとかを使ってね、よく作ってたんですけど、まあね、僕ん家はもうそんな感じでおばあちゃんしかね、作ってなかったです。というので、まあね、料理企画の一個としてちょっと作ってみてもいいかなって思うので、まあそのね、ちょっとね、見てみたいよっていう方に関してはコメントね、たくさん待っています。よいしょ。で、この里芋の葉っぱに関しては本当に一箇所にまとめて、まあね、堆肥にするっていうのでもいいです。なので、まあそのね、家庭の方法でいいので、この葉っぱもね、しっかりと有効活用してみてください。ということで、まあこの葉っぱを切るシーンはね、ずっと流しててもあれなんで、今からね、早送りね、していきます。はいね、今こんな感じで
もうここのね全体の葉っぱ取れたんですけど、これねちょっと葉っぱ引っ張ったら一部分ねこのちっちゃい芋に関しては掘れちゃいました。なのでこういうものに関してもまあね来年親芋にしていいですし、まあね食べるっていうのでも全然ね大丈夫になってますので、ぜひね食べてみてください。ということでね早速掘っていきます。でこれ掘っていくんですけど、本当であればまあね畝を立てて畝の真ん中にこのね里芋の親芋の中心っていうのが来るようになっているんですけど、これは芋をねいっぱい捨てといて、そしたらここからまた発芽したんで、まあね急いで土寄せとかをしたのでいろんなところにね芽が生えています。なので、まあ、一番出てる芽のところの、まあね、30センチぐらいです、30センチぐらい外側から少しずつねこうやって掘ってって、スコップをねぐさって入れていって芋がないかなっていうのを確認しながら掘っていってください。で本当に大きいものであればしっかりとね30センチぐらいね、まあ、ここの僕の手のぐらいとのところまで子芋とか孫芋っていうのが広がるようになっているので、しっかりとね傷つけないようにだけ注意しながら掘っていくのを忘れずやってみてください。ということでまずねこちら側をね掘っていきます。で雑草とかが生えてるんで抜きます。で、ね、もう芋がね見えてきましたね。でここに関しては本当にねそこまでちゃんとねお世話してないのにもかかわらず育ってきてくれてるのでとてもね嬉しいです。今ね聞こえましたか、パキパキパキって。これが根っこがね里芋っていうのこれ出てるんですけど、この根っこをねもう土の中に張り巡らせてしっかりとこうね栄養を吸収しています。でまず1個目、いいね立派な芋が掘れました。ここはねまた置いといてきます。よいしょ。でしっかりとこの芋全体が持ち上がったらもうね里芋をこうやって取って、よいしょ、これすごいでしょ、こんなにめちゃめちゃついてるし、この親芋もねちゃんとバカでかくなってくれています。で子芋とか孫芋もしっかりとこれね大きくなってくれてるんで、まあ、あとは害虫とかに食われてないかだけしっかりとチェックしていきたいなって思います。これもねめっちゃいい立派な芋になってますね、まあ、虫食われとかもこれにはねないんでいい感じに育っているんじゃないかなって思います。なのでとりあえずここにある株を全部一回ね収穫していきたいと思うので、まあ、こういうちっちゃいやつとかもこうね見逃しなくどん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 収穫していきます。でこの里芋掘ったら里芋のこの下側にコガネムシとかがね、コガネムシの幼虫がねいることがあります。なのでそういうね幼虫とかもいないかなってこうやって土をねこの掘ったタイミングで探してあげて、しっかりとね害虫がいたら害虫の除去っていうのも同時にね収穫と同時に進めといてあげてください。で本当に芋はね繊細ですので、こういう掘る時に少しでもね傷ついたらそこからそのね傷口からこの病原菌とかが入って腐りねやすくなってしまって、保存する時に保存がねあまりね効かなくなってきたりもします。なのでそのようなことを防ぐためにもしっかりとどの位置に里芋があってシャベルをね入れていい位置、入れちゃダメな位置っていうのがあると思いますので、そちらもしっかりと考えながらこうね里芋掘るときは掘ってみてください。ということでねどん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 ね続きます。でこのねシャベルね使って掘っているんですけど、意外とねこれ体力使いますので、こんな量でもおっとって言ってたらちょっと出てきました。これねコガネムシの幼虫です。でこいつは本当に里芋のこう、ね、表面の部分をガジガジねかじってしまう害虫となりますので、見つけ次第足でね潰しといてください。まあねちょっとねもうカメラ固定してて手袋もしてるので見せれないんですけど、しっかりと足で今ね潰しました。でこのしっかりこのね掘った後もこうやってね土の中混ぜ込んであげることによって芋のね取り残しないかなって確認できるのでいいと思うんですけど、あとは害虫ですね、こちらこれもねおっと
これもね、今言いましたコガネムシの幼虫、こういうちっちゃいやつもしっかりと見つけ次第この潰してあげて駆除ねしていってください。なので収穫しながらこの害虫駆除もね一気に進めることができるので、ぜひ皆さんもねやってみてください。これはちょっと腐っちゃってるな、下の方がちょっとやられてますね。でまた出てきました、3匹目、ヒント側3匹目。ほんとね、これに関してはちょっとでっかくなってたので、まあね、さなぎになって冬越すのかなってぐらいのやつでしたね。よいしょ。でよし、出てきました、ちっちゃい桃。ここら辺はもうね、上の方のこの葉っぱの部分が細いんで、そこまでね大きくはなっていない芋たちですね。うわ、また出てきた幼虫が。幼虫、これ4匹目です。うわ、こんな感じでねどん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 幼虫も出てくるんで、5匹目です。映ってるか分かんないんですけど、5匹。まあ、ここはマジで何もこのね幼虫対策とかもしてないところなんで、まあ、土の中にねいるのは仕方ないなって思っていますが、幼虫対策とかこういうね中でしっかりと農薬を混ぜ込んでいても、まあね、幼虫の発生が今年多いので、まあ、いる可能性もね高いです。なので皆さんもしっかりとこうね幼虫がいないかっていうのも確認してみてください。よいしょ。うわ、またいた、でかいな今度は。よいしょ。でね、このカメラにね映ってるか分かんないんですけど、絶対映ってないよ。この下のところにねどん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 今里芋をね溜めてる状況です。いや、でも今年ここは本当にそんないいねものを作ろうと思ってやってなかったのにもかかわらず、しっかりとね芋も大きくなって予想以上にね育ってくれました。よいしょ。でやっぱりこれね掘り残しとかだけ気をつけながらしっかりとこう、ね、収穫していってください。よいしょ。でこのね一番大きいね大物、こちらね大物がいますんで、こちらもね掘っていきます。いや、これは多分ねでかいね、確実に。でしっかりと外側の芋が傷つかないように。おお、これはいい、めちゃいいぞ。はい、こんな感じでどでかいのがまたね掘れました。でついてる芋もでっかいんでね、いい感じです。ちょっと重いんで片手で持ち上げられ、よいしょ。よいしょ。まだねありました。ということで、こうやってね見落とさないようにしっかりとこうね土の中も掘っていってください。でこれでね7匹目かな、7匹出てきました幼虫が。よいしょ。よいしょ。ちっちゃいのまだまだありますね、出てきました。よいしょ。なのでしっかりと、まあ、ここはもうね全体的に植えてしまったので、こうね全体をね探していかなければいけないんですけど、まあね、皆さんだと畝立てして畝のところでこうねやってるので、畝のそのすぐ下側だけね探してあげることによってすぐね収穫できていない芋は見つかりますので、ぜひねそのようにやってみてください。ということで、
こんな感じでね、もうバカでかい、片手で持つのじゃ持てないぐらいね、大きいね里芋っていうのができました。でこの一角だけで結構ね、こんな感じでわーってたくさん収穫できたので、まあまたこれからね保存方法なんかも説明したりしますので、こちら掘ったものはそのままにしないで、しっかりと適切なね保存方法ありますので、そちらね取ってみてください。でこちらに関してはもう保存しないで、まあ食べるか売るかするものなので、まあねすぐねばらしていきましょう。でこちらの一塊で何個ぐらいねついてるのかっていうのも皆さんね予想してみてください。で先にちょっとね説明するんですけど、この一株ね丸々ばらさないで保存するやり方もありますので、まあそちらもできる方っていうのはするようにしてみてください。ではねばらしていきます。まず 1,2,2 個で3個で4、これ食われちゃってる、5、6で、この時にこのねついてる土っていうのはしっかりとね払ってください。2,4,6で7、これも食べられてる、8で9 10 11 12 13、これちょっと腐っちゃってるな、13、14だけど、ちょっとこれは腐ってるので捨てます。14で15 16 17 18 19 20 21、くそ、22で最後でっかい親芋が1個ね、でこれで23です。なんで1株のこのね芋ね植えたと思うんですけど、そこから23個ね取れました。で大きさも結構ね大きくていいものがたくさん取れてるので、皆さんも一株でこれぐらい取れれば上等な収穫量になっていると思いますので、今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。